次に田村高明君。田村君。日本共産党の田村高明です。最初に地球温暖化対策、脱石炭火力問題について質問します。小泉大臣は所信で次のように述べました。石炭火力発電の、海外技術輸出の4要件に関わって、悔しい思いもしているという話もありました。予算委員会のですね、2月25日の分科会ではですね、大臣見直しの方向性というのは厳格な方向で考えていく以外にないというふうにも述べておられます。厳格な方向での見直しというのはどういうことでしょうか。先ほどからの議論を聞いていますと、日本はこれから何を打っていくのか、私が、聞いたところでは、石炭から再エネへの模索と探求を今からやっていくんだというふうにも受け止めました。見直す点というのは何なんでしょうか。端的にお答えいただければと思います。小泉大臣。端的にということでありますが、まさにその見直す点について関係省庁と議論をしていくと。そして6月のインフラ輸出戦略、骨子、その策定の中にその関係省庁の見直しについての議論の結果を反映をさせて、それがインフラ輸出戦略の骨子になるわけですから、インフラ輸出戦略の在り方につながってくると、そういった理解だと思います。田村君。論議してですね、何も出てこなかった、1ミリも動かなかった、これでは絶対いけないということですよね。で、4省庁と、議論をしていくと。環境省が呼びかけになっているかも分かりませんけれども、経済産業省、財務省、外務省、今日は、3省にもお越しいただきました。まずですね、経済産業省、松本副大臣、お伺いします。経済産業省は、石炭火力輸出支援の4要件、これ見直すんですか。見直す方向にあるのでしょうか。見直すならば、どこをどういうふうに見直すというふうにお考えでしょうか。松本経済産業副大臣。今、小泉環境大臣からお答えがあったことに尽きると思っておりますけれども、石炭火力輸出支援の4要件につきましては、今年の6月に、次期インフラシステム輸出戦略、骨子に取りまとめられることになっておりまして、それに向けまして、今後、関係省庁で議論をし、結論を得るということになっておりますので、その議論がまだ始まっていないような状況の中でですね、何かお答えできるようなことはないということであります。我々といたしましては、今後、関係省庁で議論をしていくことになるわけでありますけれども、大切なことは、我が国が世界の二酸化炭素の実効的な排出削減に貢献をするという視点であるというふうに考えております。石炭火力発電所は、石炭火力発電はガス火力発電に比しまして、二酸化炭素の排出量が多いことは事実でありますが、他方、世界には経済発展に伴うエネルギーの需要増大に対応をするため、経済性や自国内に資源が不存することなどから、石炭をエネルギー源として選択せざるを得ない途上国が存在するという現実もございます。こうした観点も踏まえつつ、関係省庁としっかりと議論をしてまいりたいと思います。田村君。見直しの方向性が経済産業省から何も聞かれないというのは、非常に私は残念であります。財務省、来られておると思います。同じ質問です。見直すつもりなのか、どこを見直すのか教えてください。土屋大臣官房審議官。お答え申し上げます。石炭火力輸出支援の4要件の見直しにつきましては、今後関係省庁で議論していくことになりますので、その方向性につきまして、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますが、財務省としても今後の議論にしっかりと参加していく考えでございます。田村君。外務省も来ておられます。同じ質問です。曽根大臣官房参事官。お答えします。
今各省庁からもお話ありましたように、まさに4要件の見直しにつきまして、次期インフラシステム輸出戦略骨子に向けて関係省庁で議論していくということで、ございますので、現時点において、当初の立場について予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、外務省としてもしっかり議論に参加してまいりたいというふうに考えております。田村君、お聞きになりましたようにですね、小泉大臣が、個人的な思いも込めて見直しの方向性については今日ご発言がありました。しかし一緒に協議する他の3庁は何の問題意識も、そして見直しの方向性も何も示されていないと。大臣これ大丈夫ですかね。あ、いいです、いいです。大臣のね、掛け声倒れになるんではないかなと私は心配するんですよ。だから政府一丸で取り組んでいかなくてはなりません。で、大臣は所信の中でね、国際社会からの批判に対して受け身となっている現状という言葉を言われました。まさに今受け身となっている現状が他の省庁から示されたと。これはもう急いでですね、議論していかなければならないというふうに思います。まだいろいろ質問させていただきます。環境省にお尋ねします。4要件の2ですよね、日本の高効率石炭火力への要請について、そもそも日本は各国から引く手あまたになっているんでしょうか。そういう要請はベトナムの文案以外にどこから来ているんでしょうか。資源エネルギー庁南資源燃料部長。お答えいたします。これまでですね、ベトナムから日本の高効率石炭火力発電の要請があったほか、他の国々からもですね、日本の高効率石炭火力発電の要請が行われているところでございます。具体的なですね、要請件数につきましては、相手国とのですね、やり取りやですね、企業の秘密ということにも関連してきますので、回答は差し控えさせていただきたいと思っております。田村君。ごめんなさい、経産省の方からですね、回答はお伺いすると、この分圧以外にインドネシアと、まあその程度なんですよ、ね、今石炭火力燃料関連事業から投資をですね、撤退するダイベストメント、これが世界中に広がっているところです。日本が技術支援する分圧の石炭火力事業は、現地ベトナムの出資者であった建設会社や冷蔵電気工業が撤退しています。融資についてもシンガポールやイギリスの銀行がファイナンスを禁止する方針を決定して事業から撤退をしています。財務省にお伺いします。日本の JBIC、これ財務省担当ですね、財務省担当の JBIC 国際協力銀行だけが融資を撤退しようとしないんですよ。各国がすでに手を引いているのに、どうして日本は国際批判をこれだけ浴びながら輸出支援をやめると言えないんですか。お答えください。土屋大臣官房審議官。お答え申し上げます。今現在、話題になっておりますベトナム分案2の件につきましては、関係省庁の協議の結果、日越首脳会談共同声明で協力を確認していること等も踏まえ、JBIC も、公的支援の実施する方針というふうになっているところでございます。田村君。ダイベストメントがなぜこれだけ広がっているのかと。それはね、石炭火力発電の価値が下がる、投資額を回収できなくなる座礁資産となる可能性があるからなんですよ。ですから各国は賢明な判断を今しているわけですよね。そういうね、もう無駄となってしまいかねないような投資はね、やめるべきですよ。輸出支援はもうきっぱりとやめるべきであることをですね、私は強く要求しておきたいと思います。で、海外のですね、輸出支援もあれなんですけれども、国内の石炭火力発電、これをどうするかというところがやはり問われてくるわけです。たとえ石炭火力輸出支援のですね、4要件が見直されたとしても、国内の石炭火力発電が削減されないと、温暖化対策は一向に進みません。その国内の石炭火力発電についてはどうでしょうか。稼働中が124箇所あります。加えて計画中が22箇所あります。脱石炭への舵を切らない日本に対して、国連のグレテス事務総長は、日本を念頭において石炭中毒という言葉を使っておられます。JERA、これは東電と、中部電力のですね、共同設立会社、この JERA がですね、横須賀火力発電を、
稼働させようとしています。この横須賀火力発電の CO2 の排出量について教えてください。上田大臣官房審議官。はい、すみません。ジェラにつきましては、今回アセスで審査したものについては、65万キロワットを2基130万キロワットとこういうふうに承知しております。年間の CO2 でございますか。事業者から提出された資料によりますと、年間設備利用率 85% これで稼働させた場合の CO2 の排出量は年間約726万トンと承知しております。田村君。横須賀だけで年間726万トンなんですよね。資料を配布しています、JCM 二国間クレジットの資料であります。途上国への優れた低酸素技術を普及させ我が国の削減目標の達成に活用する、この二国間クレジットでありますけれども、現在159組の JCM があるというふうに聞いております。日本が世界で貢献する CO2 の削減量について教えてください。近藤地球環境局長。申し上げます。二国間クレジットのでございますが、GCM のパートナー国に対しまして、優れた脱炭素低酸素技術の導入を支援することで、パートナー国の温室効果ガスの排出削減を完了にするとともに、その削減分の一部を我が国の削減目標に達成するものでございます。地球温暖化対策計画におきましては、GCM を通じて、毎年度の予算の範囲内。削減のところはですね、159件の JCM をプロジェクトしてまして、2030年度までに累積で約1400万トンの温室効果ガスの削減を想定しております。田村君。いいね、技術支援をして、二国間クレジットで1400万トン、これはね、うまくいった場合ですよ、全部が動いて、しかも累計の数字ですよね。ですから、先ほど答弁がありましたように、JERA のね、横須賀、これ、小泉大臣、地元なんですけどね、その横須賀だけで726万トンでしょ、でこちらはまあどうなるか分からないけども、この横須賀分のですね CO2 の排出をね、やはり帳消ししまうかない、横須賀が動いてしまったら、二国間クレジットを帳消ししてしまわないかという問題に行き着くわけであります。で大臣は、日本の優れた数多くの取り組みが石炭批判の前に、かき消されてしまっていることに悔しさを感じていますと述べられました。でもね、これかき消しているのは石炭火力の削減はおろか新増設まで認めている政府自身じゃないんですか。これ大問題だとやはり思いますよ。もう一つね、小泉大臣はJERA横須賀火力発電の稼働については厳しく言ってある、2030年度およびそれ以降に向けた本事業に関わる二酸化炭素排出削減への対応の道筋が描けない場合、再検討することが重要と、これ、去年の10月11日、国会での答弁で、言っておられます。そこでお伺いしたいんですけれども、今、横須賀のね、火力の発電だけも二国間クレジットの対比で言いました。それから今環境省の試算では、石炭火力発電所の2030年度の CO2、 これもう現状においてですね、超えてしまってるんですよ。ですからやはり今あるもの、今から計画中のものを動かしていったら日本の目標というのは絶対クリアできないんですよ。だから止めて削減するしかないじゃないかと言ってるんですけども、大臣どうなんですか。小泉大臣。まず横須賀のこの火力発電については先生おっしゃる通りの答弁を私はしていますし、それは今も変わりません。まず世界の潮流に逆行するような地球温暖化対策が不十分な石炭火力発電は是認できなくなる恐れ、これについて述べた上で、先生がおっしゃったように本事業にかかる CO2 排出削減の取り組みへの対応の道筋が描けない場合には事業実施を再検討することなどを含む厳しい意見を言っていると。そういった上で今公団のこのまま稼働予定のものが全部できたら2030目標を超えちゃうじゃないかという、これは全体の設備容量の計算とかも含んでいるとは思いますが、
いずれにしても環境省としては大事にしなければいけないと思っているのは、毎年電力分野については事業レビューをやることになってます。でこれについてもしっかりと見てですね、今の現状を踏まえて、意見をしていくと、そういったことになると思います。いずれにしても今海外に対してのなかなか かき消されてしまっている取り組みを前に進めるためにも、まずはですねこの輸出の4要件に関わる議論を関係省庁で実りある形でしていくということが大事なことであると考えております。田村君、やっぱり数字はものすごい大事だと思うんですよね。で、COP26 に向けて CO2 の排出削減目標、この見直しがね、もう厳しく迫られているわけですから、早く数字を示して、そして世界に貢献する日本の役割を示さないといけないと思います。日本はパリ協定に提出している現状の削減目標は2030年度までに、2013年対比で CO2 を10億4200万トン減らさなければならないわけです。でそうなると2030年度の電源構成比における石炭火力の割合は 26% です。これ 26% ですね。環境省の試算によれば排出量は2億2000万トンから2億3000万トンになるわけです。で今建設されている石炭火力発電所を含めて全て稼働した場合の排出量は2億9000万トンになるわけなんですね。排出した提出したこの排出目標に比べて6800万トンも増えることになるんですよ。で新規増設はやめると政府言わないでしょ。認めないとも言わないじゃないですか。横須賀だって動かすし、ね、で今動いてるものもずっと継続していると。だからここが今一番問われてるわけなんです。でここにねやはりメスを入れない限りはやはり日本の CO2 削減目標というのは、ちゃんと社会に示せないということです。私ね政府の中でもとりわけこの問題は経済産業省のですね姿勢と立場がやはり問われていると思いますよ。 1.5 度目標の2030年 45% 削減、それから2050年これゼロ、実質ゼロ、これにね向かって世界が一生懸命今頑張っていると。で日本はどうするのかと今年それが問われているわけなんですね。100を超える国が削減目標の見直しを表明しています。EU は 55% の削減に向けて法整備を進めています。この2030年 45%、2050年実質ゼロ、これを実現するために経済産業省副大臣、この立場で経産省も目標を立てるんでしょうか。どうなんでしょうか。松本経済産業副大臣。もちろんですね、国といたしまして、これまで、立ててまいりましたそうしたさまざまな諸施策というものを我々としては念頭に置きながら、そして経済産業省としてもそれを実現するために全力を尽くしているところであります。田村君、COP26 でですね日本の新しい削減目標を示せなかったら、これはもう日本は国際社会から何もしない国としてですねさらに強い非難を受けることはもう間違いないわけであります。大臣、同じ質問です。2030年 45% 削減、2050年実質ゼロ、これ以外に今道はないんですよね。そして COP26 に向けてこの国としてですね大臣が高らかにこの目標と日本の方針は合致したということを宣言できる、こういうふうに頑張ることを決意表明していただけますか。小泉大臣。田村先生から先ほど4要件の見直しの議論や今のNDC そして2050目標、このお話ありましたが、私は前向きな一歩だと理解をしているのは、先ほど4省庁それぞれ松本副大臣そしてまた関係の審議官事務方の皆さんからもご発言がありましたが、他の省庁からこう前向きな方向性がないじゃないかって先生おっしゃいましたが、まずはですねこの議論をしっかりしようと、そういうことになったということも関係省庁の努力の結果だと思ってます。あとはですねその議論の中でご評価いただけるような形になるかどうか、まさにそれはこれから同じテーブルについてですね、そして経産省だけじゃなくて
外務省、国交省、農水省、私と一緒にマドリードにも行きました。そういった中で、あのコップの最前線の出来事というのは共有している各省庁がいますから、その中でしっかりと前に進めていきたいと思いますし、パリ協定の目標達成には今各国が出している目標のままではパリ協定の目標は達成できないことは事実でありますから、そういった事実を踏まえて議論をすれば、私は関係省庁とも有意義な議論ができるのではないかなと、そういうふうに考えております。田村君。何度も言いますけれども、大臣の掛け声倒れになりかねないという答弁を今日聞きました。ですから前に進めようと小泉大臣はこう述べているわけですから、今日来られた3省の皆さんは前に進める見直しの方向性でしっかり会議をしていただきたいと思います。時間がなくなってまいりました。今日はですね、沖縄の絶滅危惧種、ジュゴンとですね、それから鹿児島県の、マゲシカについて質問をさせていただこうと思ったんですけれども、今日マゲシカの質問をします。鹿児島県種子島に隣接するマゲ島に生息するマゲジカ、環境省にお伺いします。レッドリストでですね、マゲシカは生息地の現状、個体数の状況、存在を脅かす原因要因について書かれてますけれども、そのくだりを紹介していただけますか。鳥居自然環境局長。お答えいたします。馬毛島のニホンジカは環境省レッドリストにおいて絶滅の恐れのある地域個体群に選定されております。レッドデータブックによりますと、生息地の現況は開発に伴い森林伐採や整地が進行していくとされています。また個体数の現況は2011年の調査による推定生息数は255から277頭で、2000年の調査結果である571頭と比較するとほぼ半減しているとされております。存続を脅かす要因といたしましては、開発に伴う森林伐採等の環境改変が本個体群に影響を及ぼしている とされているところでございます。田村君。説明していただきました。資料をお配りしています。小泉大臣、初めてご覧になるかも分かりません。これが種子島からですね、12キロ離れたところの、馬毛島です。麦仁島です。ここをですね、防衛省が160億円の、これ予算流用の形でですね、島を全部買い取ってしまうと。そして用地買収交渉が今進められています。作る施設は自衛隊の基地なんですけども、これは大臣ご存知のように FCLP なんですよ。米空母艦載機地上離発着訓練、これを米軍施設として提供するがためにですね、拒否を投じて今買収契約を行っているわけです。しかしこの防衛省が買おうとしているこの土地、この島はですね、違法開発にもう満ちあふれた歴史を持っているわけなんです。一目瞭然の資料として予算委員会でも配らせていただきました。左のですね、図がです、鹿児島県が作成した図なんです。このカラーの地図の中でグレーの部分、この灰色の部分は鹿児島県知事が臨地開発を許可した場所なんです。ここは開発していいという場所なんです。他の色の部分、黄色とか赤とか青とか、ここの部分はですね、これは木の根っこを引き抜く抜根さえもしてはいけないと、ね、届け出がないわけだから臨地として残っていなければならないんですよ。開発許可は得ていないんですよ。ところが右のですね、この航空写真を見てみますと、これはもう巨大な十字架状の地面があらわになっているのが一目瞭然であります。臨地はなくなってしまい、無許可の開発はもう明らかなんです。でこうしたことで、先ほど環境省からレッドリストからの説明があったように、マゲシカの数が半減してしまったと。その原因は、森林伐採等の環境改変であると。で今後ですね、継続的な減少が見られた場合に絶滅の恐れがあるという状況に今接しているわけです。ぜひこの島のですね、固有生態守っていただきたい、マゲシカをですね、絶滅させないでいただきたいというのが私の今日の質問であります。防衛大臣政務官、渡辺政務官、お越しいただいているでしょうか。政務官ご存知だと思いますよね。この話は伺っているというふうに思いますけども、どうなんですかね。これ軍事施設作るんですよね、全部。そして FCLP やるんですよね。耐え難い騒音ですよ。そして林地は元に戻さない、現状復帰しない。それはなぜかといったら森林法が民有地を対象にしているかと。
国有地として防衛省が取得したら、あ、何にもしなくていいんだと、こういう立場なんですよね、防衛省は。そしたら個々のですね、固有種どうなりますか、マゲチカ。今のままね、また基地を作って開発をし、今までの違法開発はそれを不問にするのであればね、これはもうね、この島で動植物生息できない状況を招いてしまうと思うんです。絶滅の恐れがある地域個体群を絶滅させてはいけないと思いますけども、政務官いかがでしょうか。渡辺防衛大臣政務官。お答えいたします。まず防衛省といたしましてはですね、この我が国の安全保障のため、馬毛島に自衛隊施設、まあ、基地でございますけれども、まあ、これを整備させていただきたいと考えております。この基地は、ご存じのとおり我が国の南西防衛、また FCLP を実施するということになりますと、日米同盟の強化に大きく貢献する重要なものでございます。その上で防衛省としては馬毛島の環境の保全にできる限り配慮したいと考えております。まず今年1月から実施している環境調査におきまして、動植物の生育状況につきまして調査を行っているところでございます。その調査を行った上で施設整備を行うにあたっては、環境影響評価の実施をはじめ関係法令に基づきまして、必要に応じて動植物の保全措置を取るなど適切に対応してまいりたいと考えております。なお鳥獣保護、管理法上、馬毛島は、鳥獣保護区域、鳥獣保護区に指定されておりますが、その規制は狩猟が認められないというものでありまして、防衛省が警戒している施設の建設に対する規約はないと、承知しております。田村君。鳥獣保護区と言われたんですけどね、これもしマゲチカがね、マゲチカが絶滅して渡り鳥のですね中継地となっているんですけども、この役割がね、基地作ることによって果たせなくなってしまったらね、これ鳥獣保護区外されてしまうんですよ。愛知目標のこの鳥獣保護区の目標が含まれなくなってしまうんですよ。でそういうことをやっていいんですか。これいかんですよ。だって基地作る前のこの違法開発だけで鹿の頭数が半減したっていうんですよ、11年間 でこのまま状況を放置しておくならばまた個体は減っていくって言ってるんです。でこの上にですね、耐え難いですね環境破壊が行われるんですよ。小泉大臣、初めてご覧になったかも分かりません。私この問題ですね、ずっとやってるんです国会で。それで違法開発に違法開発を重ねて地権者の言い値で買ってやっていると、予算の流用で、しかもこの違法開発は不問にしてやっていくというやり方はね、これはもう絶対許されないと思うんですけども、環境省としてはですね、やはり絶滅危惧種とか、それからこうした地域固有のですね個体を守っていただきたい、これが仕事だと思うんですけども、大臣、感想があればおっしゃっていただきたいと思います。小泉大臣。先生ご指摘のとおり、馬毛島は鳥獣保護管理法に基づき鹿児島県が全島を鳥獣保護区に指定しており、区域内における狩猟については知事の許可を受けなければならないと。特別保護地区の指定はされていないため、耕作物の新築や森林の伐採などは規制の対象ではないということであります。馬毛島において今防衛政務官がご答弁しておりましたが、自衛隊施設の整備計画があることは承知をしておりますが、具体の内容については承知してませんのでコメントすることは差し控えたいと思います。田村君。具体的な内容は聞いておられないと言ったんですけども、今日私ここで質問させていただきました。で明らかにさせていただきました。これだけの問題があるわけなんですよね。そして馬毛島の環境を大きく損なってしまうような、今から軍事施設が作られるということであります。これは環境省と防衛省としっかり会議して島の環境を守ってもらわなくちゃいけませんよね。大臣、事務方通じてそれ指示してもらえますか。ちゃんと情報を共有してもらわないといけません。どうですか。小泉大臣。まず先ほど申し上げましたが、今自衛隊の施設の整備計画があることは承知していますが、具体の内容については承知していませんので、そのことについてのコメントは控えたいと思います。はい。田村君。事務方、どなたか答えられますか、馬毛島。
馬毛島の環境が今こういう状況になって、そして防衛省が FCLP の、ね、米軍施設提供の施設を作ろうとしている、そして自衛隊の基地を作ろうとしている、これによって生態系が脅かされると私は言ってるんですけども、やはり情報は共有してこの対策に当たらなければいけないと思いますが、いかがですか。鳥自然環境局長。お答え申し上げます。今大臣もおっしゃいましたけれども、私どもまだ自衛隊設備の詳細についてですね、承知してございませんので、現在この場におきまして、コメントは差し控えたいというふうに思います。田村君。そういう姿勢だとですね、これはやっぱり国際環境保護団体からですね、やはりいろいろですね、厳しい意見が上がってきますよ。これ沖縄のジュゴンも同様、今日はちょっと質問しませんでしたけれども、次回させていただきます。でね、やっぱり環境省は環境を守るという立場でね、でそれを阻害するものについてはちゃんと戦っていただきたいと思います。それから防衛省、このやり方はやっぱり無茶です、ね、西之表市は島の平和利用を探求しています。そして FCLP 軍事施設のなることについては反対なんですよ。この意向も組まずに流用の予算を持って設計までやっていたと、有意識事態になっていることに国民の多くの怒りがあります。この買収交渉は直ちに中止してですね、島の平和利用のためにですね、力を尽くしていただきたい、そのことを申し上げて今日の質問を終わります。ありがとうございました。